はい、おはようございます。こちらは、サウジアラビアデイ6、唇のあれもね、ロートのリップクリーム持ち歩いてますんで、一応ケアをしております。で、本日この Airbnb を後にして予選通過者に用意してくれているホテルに移動します。何でも、結構豪華なホテルみたいなんで、どちらも楽しみにしております。今はこのようにかなりね、綺麗になっております。そこからね、まあ、1時間足らずで、外に出ることになります。で、最後にね、この余った食材パーティーを今してるところです。このね、三角形の縮みみたいなピザみたいなのが、これ美味しいんですわ。これなんて言うんだっけ、サンブーサ。うん、サンブーサ。中はチーズかな。で、ちょっと酸味も、やっぱり酸味が効いてんだね、こっちのトラディショナル料理は。今日はこんな感じでございます。はい、お世話になった Airbnb とも、これでおさらばでございます。寂しいもんだね。ありがとうございました。そしてここからは二手に分かれて EWC のホテルに向かいます。ムハンマドさん、ありがとうございます。あ、そして今日もムスタング叱っております。本当に毎日ありがとうございます。さあ、ホテルに到着です。今チェックインを済ませまして向かいたいと思います。すごい、 e スポーツワールドカップ。でもちょっと斜めってない？確かに。いや、これすごい。わあ。27。じゃあ、テレビ。半端ね、オッケー。いや、こんなホテル。ある？さあ、部屋に入ってみましょう。これは？あ、おお。さあ、おお。この部屋を独り占めでございます。あ、なんか勝手に開いた。上がってってるよ。こちらのホテルで、しっかりで体を作って本戦を迎えたいと思います。さあ、これからプレイヤーラウンジに向かって、バッジをゲットしたいと思います。ほぼ関係者だな、ここら辺にいるのは。スポーツワールドカップ一色ですね。これあれかな、飛行機で持ってきたのかな。曲がっちゃってるじゃん。模型のモニターもこんな感じになってた。違う、こういうモニターなんですよ、今時の高い。え、もともと曲がってるモニターなの？え、ひょっとしてこれどっから見てもこう同じ角度で。そうっす。マジ？そんなのあるの？でかいからね。はい、今プレイヤーラウンジというところに入ってきました。ここはですね、おそらく全てのジャンルの、ゲームのプレイヤーがここで、まあ、休んだりとか遊んだりできる場所だと思います。で、ダルダさん曰く、ダルダさんはね、去年のゲーマーズ8もこういう場所を経験しているということなんですが、格段に良くなっていると、伺っております。
で飲み物もいろいろ揃ってます。ペプシが多いかな。でコーヒーも、あ、これ嬉しいね。ペプシとキットカット、なんだこれ、特別なタイプのキットカットか。おお、キットカットシリアルだ。なんかテントっぽいところあるな。ここちょっと休めたりするのかな。ちょっとなんか伺ってみようと思います。休んでるプレイヤーがいらっしゃいますね。おお、こういう感じかな、こういう感じかな。足組んじゃったりして。でですね、こことは別に、ストリートファイターのプラクティスルームも、あるということですので、そちらの方にね、ぜひ伺ってみようと思います。ここは、大きな、みんなが集まれる大きな練習部屋だけじゃなくて、個々のプレイヤーのプライベートルーム、2人で1部屋部屋使えるらしいです。で、多分ね、ランダムに割り振られてると思うんですよ。アングリーバードはどうやらビッグバードとは違う部屋になっちゃったみたい。私めはなんとたまたまだと思うんですが、ガチさんと、一緒の部屋になりました。さあ、我々が寝泊まりする、タワーとは別の塔にどうやらプラクティスルームがあるということになってますので、そちらも早めにねチェックをしていきたいと思います。あ、ここだ、プラクティスルーム。え、こんだけ大々的に書いてあるってことはさ、貸し切りなのかな？じゃないですか、多分。このホテル。すごいですね。なるほど。相部屋ってか。入ってみまーす。おお、あ、本当に練習用の、でかっ！お土産？お土産もあるよ。ちょ、これ誰かいたらちょっと恥ずかしいな。あ、すごい。なんなら泊まってるところよりもいい部屋ですね。あ、なんか調理できるところもあるし。これピザ買ってきてここで焼けるんじゃない？しかも冷蔵庫もでっかいのあるよ。お、なんか残されてるな。なんかアイスクリームみたいなのがある。すごーい。なんならここにベッドさえあればね、ここで、いろいろできる。あ、でもここは、あれだ、お風呂が、ないのか。じゃあ、こういうイベント専用スペースってこと？なるほどですね。じゃあ、とりあえずはお土産だけ、いただいて、まずはここの部屋に戻ろうと思います。それでは。さあ、到着早々、ホテルのジムにやってまいりました。まあ、さすがは、といった感じの設備が揃っております。もう、準備万端で、臨みたいと思います。揃ってるね、スミスマシンもあるね。
先ほど、回し忘れましたが、こちら。バスルーム。なんとこのシャワーのタイプがしっかり、ガラスで区切られており、さらには、このバスタブまであると。これに使ってね、ゆっくりと、整えてから練習を迎えたいと思います。はい、こちらホテルの、レストラン、カミティアです。トキンスプレート。いやー、トレーニング後のね、これは別格だと思いますよ。このね、オクラとラムを煮込んだもの、これね、南部の地域の、フームさんっていうあのリリース界の、今回ね、あのネモとかアンペラとか多分倒した LCQ でプレイヤーだと思うんですけど、オクラを使ったラムと煮込む料理があるんだと言っておられましたが、こちらがね、そうじゃないかなと思います。いただきます。オクラってね、英語でもオクラっていうの。うん。あのオクラのね、ねっとりした感じが、あのラムを非常にスルッといける感じにしてます。さあ、こちらならではの飲み物じゃないかと思われるものが、飲んでみたいと思います。こちら、ビムトと呼ばれるですね、もともとはイギリス発祥の、グレープ系のドリンクみたいなんですが、いわゆるですね、ここサウジアラビアの地域でも、中でもラマダン明けのですね、一杯によく飲まれるこちらでございます。飲んでみましょう。甘いね。で、確かにちょっとグレープ風味がしますが、なんかそれよりもちょっとね、強い甘さといいますか、ちょっとドクターペッパー的な風味が、するドリンクです。こうしたね、ドリンクが飲める、ここならではなのかなと、今日の経験させていただいております。さあ、こちら、我々のプラクティスルームでございます。川野と立川が合流して。レイジ、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。解説しました。練習部屋でいただくこのショットですね。と、です。やります。甘くて美味しい。で、それにこちらの強いね、ショットいただきます。さあ、ホテル、バイキングです。ひぐちゃんこっちでは何も食べてないみたいだから楽しみです。マジ美味しい、まあ、とにかくねめちゃくちゃ美味しい料理がたくさん並んでいるので勉強していきたいと思います。仕上がってるのがやっぱりデザートエリアで、ね、パンもねめちゃくちゃ美味しそうなパンが揃ってるし、こっちはミックスグリルステーション、これやばいでしょう。デザートセレクション彼女の伝統的なものからクリームブリュレといろんなものがあります。これとかオリエンタルデザート、さらにはデーツケーキなんかもあったんだよ。あったデーツのケーキ、でフルーツも食べたい放題なので今日はねがっつり食べさせていただきます。今回はトキンスプレート全部サウジのもので、固めております。で今回お相手は樋口さんまずはサラダからうんキャベツと
続け。酸っぱいね。こっちね、全体的に味付け酸味が強いです。酸っぱいの好きなんだ。嬉しいかもしれない。そしてこのムガルガル。名前だけ覚えてるんだよね。うん、おそらくチキンをカレー風味が結構味付け濃いです。そしてこちらが謎の食べ物、名前も忘れました。うん、中はお肉が入ってた春巻きというか、美味しいです。さあ、ディスペレード第2弾はこちらの4品、ラム炊き込みご飯、チキンウィング、よくわかんないシーフードのラザニア風のやつ、そしてシンガポールチリエビ、エビチリ。じゃあまずはエビチリから。これは本当にエビチリではないですよ、いわゆる辛い。そしてこちらのこのね、日本のジャポニカ種と違って縦に長いです。あ、なんかこうして炒め物にするにはこっちの米の方がひょっとしたらいいのかもしれません。味もついてるいい感じです。で、まあチキンですが、まあまあ、いっちゃいましょう。特別なスパイスの味とかはあんまり感じないかな。こっちにしてね、スパイスに慣れちゃってるのかもしれない。そしてこちらのですね、シンプルなすとかって書いてあったんですよ。何なんだろう。パスタ状のものに中にクリームソースと、これはアサリの味かな、まあそういった感じのもので、右口が水をなんと持ってきてもらいました。なんでも昔だったらまあ自分の分1個か、まあまあ、2つとも、これは俺のこれは俺だ。でもやっぱあれだろ、そういうところを結構なんていうの、教えられたの、まあ、なんか気を使うという気を、まあさすがに年齢も言うと俺今年23なんで、まあ、まだまだ若いじゃないですか。いやまあ若いですけど、でもヒカル君とかいるじゃないですか。まあ確かにね、確かに。そうか、下が出てくるとだんだんね、いるんですよ後輩が。はいはい、なるほど。コバヤンとかも同い年だもん。あ、そうですね、コバヤンも同い年です。なるほど、どんどん下が出てきて成長も、そっちも成長しておかないと、やっぱちょっといつまでもね、最年少じゃないんで、まあそんな感じです。なるほど、素晴らしい限りでございます。ありがとうございます。さあ、北京スプレートファイナル、名前忘れないうちに行っていきましょう。こちら、デーツのマハラビア、そしてこちらがクナーファ、バスボサ、そしてウムアリ、デーツケーキ、オリエンタルスイートみたいな、そういう感じでございます。さあ、まずはウムアリから。甘い。原料は何なんだこれ。なんかパンの耳みたいなのが入ってます。うん。でも非常に美味しいです。忖度なしに美味しい。そしてバスボサ。バスボサです。うん。あ、
あったかい。で、上には、アーモンドが乗っている。まあまあ、こんなもんでしょうか。そして、クナーファ。こちらは、うん、ちょっと弾力を感じる。バスボタに近い感じはありますよね。今のところウムアリが一番美味しいですね。そしてこちらの、デーツマハラビール、なんだか全く分かりませんが、まあ、デーツがね上に乗ってるプリン状パンナコッタみたいなもんかな。うん、おう、これでも変わった味してるな。なんか独特の後味ですね。これはでも万人受けはしないと思います。デーツケーキ、デーツが乗ってるんじゃなくて、おそらくこの生地に、デーツの、まあ、身がまぶされてる。うん、表現が難しい。そして最後はこいつ、オリエンタルデザート。あんまな、これは甘すぎる。まあそんな感じで、そうですね、夕食は以上となります。はい、サウジアラビアデイ6でした。今日はねホテルに移動して、まあ結構ね今までに比べるとのんびりな一日だったなと思います。ただね、初戦の相手ナックル、そしてレシャーボン、強敵揃いの私のプール、いよいよね近づいてきておりますので、引き続き気合を入れて練習の方を励みたいと思っております。それでは、本日はこの辺で皆様おやすみなさい。